親指キャンセルグリップで。ということで本日は10月28日月曜日に撮影をしております。この動画はおそらく10月29日火曜日に配信をさせていただいておりますが、今日も仕事終わりの横浜ハンズゴルフクラブ2階グループレンジよりお送りしております。11月1日になりますと、ハンズゴルフクラブはハンズゴルフクラブでは全球ボール入れ替えということで、ただでさえ綺麗なボールがもう新しくなっちゃうよということで、本当にいつもねハンズさんは1年以内に新しいボールに変わります。今回はですね、10月の30日第26回 PGA ティーチングプロ選手権大会参考カントリークラブカップ開幕ということで、毎年自分のゴルフ上達のモチベーションになっております大会です。今年は初めての決勝大会の会場として、今まで予選会とかではやってたみたいですが、参考カントリークラブ、ちょっと前までは参考セブンツーという名前でしたが、72ホールじゃなくなったということで、おそらく名前を変えたんだと思います。群馬県のゴルフ場で決勝大会、全国から予選を勝ち抜いて、一次予選二次予選と勝ち抜いて上がってきた120名くらいの PGA ティーチングプロの方々でナンバーワンを決める大会です。何よりも皆さん、選手の皆さんね、モチベーションにしているのは、この大会に勝つと2025年度来年の PGA 日本プロゴルフ選手権メジャーの大会に出場できるということでですね、そんな枠が与えられております。それをモチベーションにやっていくという感じです。今日は iPhone の 0.5 ワイドで撮影をしておりますので、ちょっといつもよりもね、画角そして、コマ数が多分30コマだと思うんで、若干カクカクしてるかもしれませんが、今5番アイアンを打っております。今度会場となっております参考カントリークラブはですね、今回トータルヤーデージは6800ヤードくらい、結構短い印象です。1個ね477ヤードっていう長いミドルがあったんですけど、基本的には短い。パー5も、アイアンで2オンできるパー5が2つかな。1個はねちょっとパー5打ち上げのパー5あるんですけど、あそこは多分3番ウッドで刻むので、そこは逆にちょっと難しい鬼門のパー5になるのかなと思うんですけど、それ以外は特別このホールむずいなっていうところは、今パッとその477のミドルがボギーの可能性高いなっていうくらいで、そんなに難しい印象はないゴルフ場です。ただ大していいスコアも出せてない状態ではありますが、まあなんとか2日間ねこうイーブンパー以下では回りたいなと。今年はねさすがにスコア出るんじゃないかなと思ってます。この少し難易度が下がるのかどうか分かんないですが、どこまでそのゴルフ場のその難易度として、まあ、ピンポジションなのか、ラフは先週回った時そこまで長くなかったので、ラフの難易度はそこまでないと。なのであとはグリーンの速さ硬さとピンポジション、まあそれだけでも十分ゴルフって難しくスコア出にくくなりますから、やっぱり優勝は目指したいところではあります。2日間でおそらく優勝スコア6アンダーと私は予想しておりますが、1日3アンダー4アンダー出さないといけない、でも出る気はするゴルフ場なんで。
ピードはあの怪我した直後はあんまり速く売れなかったんですけども、今は普通の速度に近い状態でほぼほぼ同じヘッドスピードで48くらいの感じでね触れてるんで、飛距離は戻ってきてます。こんなん打ってたらもうオーバーパーですわ。最終的に普通に持ってる説までありますね。これちょっと響くんですよね、普通に持つと。不安になったら普通に持つ。一周回って普通に持つのがやっぱりいいじゃんっていう感じになりそうですけどね。ただまあ研究の余地はある。このグリップ正しいポジションにしっかり引っかかってくるとこのグリップのメリットを生かせる。今日は曲がるということで、その日暮らしのこのグリップですね、これはね当日のあの出方次第ですね。途中でグリップの持ち方いろいろ変えながらこれはやるという感じになりそうです。まあアイアンのまずは精度、グリーンオンすることが大事ですね。先週の練習ラウンドではまあアイアンはそこそこあのパーオン率高かったと思うので、バンカーも1回も入ってないですし、グリーン勝負かなっていう感じなんですけどね。この3番ウッドもティーショットで使うところがあるんでキーになってくるかなと思います。練習場はね割とそこそこショットを打ててますけどね。ちょっと普通に持ってみよう。でも普通に持っても今までのこう左手をやっぱりすごく大事に握ってたんで、それがより一層戻ってきたっていう。ちょっとやっぱ怖いな親指が。普通に持つとドライバーの方がまだいいんですけど、これはちょっと明後日までには間に合わないですね。普通の持ち方は、ドライバーはワンチャン普通の持ち方ありえますけど、この親指キャンセルグリップで親指キャンセル界隈でいきたいと思います。右手親指ユーティリティもセカンドショットで使うかなっていう感じ。ユーティリティでパー5ツーオンできそうなとこありますね。アウトかインの3ホール目、逆にそこら辺の場面しかあんま使わないって感じ今回は。まあ477ヤードのミドルがあるんで、これのセカンドでねこれ登場する可能性大ですね。やっぱりちょっとユーティリティだけねバランス重たいんですよ。これでもバランスからすると球がちょっと暴れる感じになるんで、そこが今唯一クラブのセッティングの中で悩んでる部分です。 D5 くらい出ちゃってるのかなバランスが。確かやっぱこれだけ重たいんですよ。ただボールはいい球出るんですけど、今みたいにやっぱり一発目ちょっと重さによるダフリが生じるんで、若干短く持つっていう気にしたりしてるんですけどね。それでバランスを調整するっていう。低めの球を。決勝2日目の様子は YouTube でライブがライブ配信されるということですので、ぜひご覧いただければと思います。 PGA のチャンネルなのかな、ちょっと何チャンネルかわからないんですけど、ティーチングプロ選手権っていうあの検索したら多分ライブ配信朝からやってると思うんで。去年と一昨年とあの私は2日じゃない2年連続インコースのトップスタートということで、いわゆる裏街道っていうあの YouTube には全く映らない方で、しかも早めに帰れますみたいな感じなんですけど、去年は2日目
ちょっとコロナ疑惑があって前半9ホールで棄権いたしました。体調不良で記録なしという、去年は記録なしという結果です。まあ、1日目も対して、まあ、3オーバーくらいだったのかな、5オーバーくらい、あんま良くなかったですね。ティーチングプロ選手権が一つの、ね、こう目標としている試合ではありますが、なかなかいい結果はねまだ出せてないです。本戦決勝では今まで過去最高順位は30位台か40位台かっていう感じで、それも何年前かっていう感じですけど、ピッチングです。まあ、ショートアイアンでね打つショットホールが多いですから、ミドルホールはウェッジでいかにバーディーチャンスを多くつけられるか、このくらいねバランスよく振れればいいと思います。やっぱりアプローチウェッジ、サンドウェッジ、この辺の精度が大事になってくるかなと思います。100ヤード、このグリップにするとね左にはいかない感じなんで、引っ掛けのミスはこの親指骨折してからぐんと減ってます。ラウンド中のまあ、という感じでですね、だいぶ回数はもう11年目になるのかな。選手権の本戦も行けなかった年が3回くらいありましたが、なんだかんだね今年も本当におかげさまで、皆さんのおかげさまでですね本当に本戦まで来ることができてます。結構周りのプロもね意外と二次予選がねちょっとレベルやっぱり高いんで、意外とこう二次予選で落っこってしまってる方多いんですけど、なんだかんだ本戦に来たというところまではまず自分自身褒めてあげたいです。そしてここから最後の結果を出せるところまで持っていけるように頑張ります。いやー、いいウェッジだな、このマスターゴルフのサンドウェッジ。こんだけね、いい道具本当に使わせてもらってるんでね、ちゃんとスコア出さないと本当にクラブが泣きますよ。こんだけ道具恵まれてるんでちゃんとやらなきゃいけないです。本当にクラブのためにも、これを作ってくださった方のためにも。ということで今週の水曜日木曜日はおそらくティーチングプロ選手権のですね結果報告動画やらせていただきますので、まあ、今年最後の、そして毎年恒例の、まあ、自分にとって一番こう大きな目標としている試合に行ってまいりますので、陰ながら応援していただけるとありがたいです。 YouTube の方でライブ配信ね、中継が試合の様子を行われるということで、まあ、まずそっち側に残って、少しでもこう上の方で残ってですね、まあ、優勝争いみたいなのがねできる日がいてくるんだろうかというところでありますが、頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。